ヤツェク・マルチェフスキは、ポーランドの画家。ポーランドにおける、象徴主義画家の代表的人物である。1854年7月15日、ポーランド分割の時代のロシア帝国占領下の、ポーランド立憲王国のラドムで貴族の家庭に生まれる。父親のジュリアンは、愛国者であり社会活動家で、ヤクチェクに11月放棄の影響を受けた、ロマン主義文学の世界を教える。 おばはポーランドで有名な神秘家のワンダ・マルチェフスカであった。家庭教師として自然主義文学の小説家アドルフ・ディガシンスキに教えを受けるなど彼の子供時代が後の作品の制作活動に大きな影響を与えた。1872年にクラックフのクラックフ美術学校でレオン・ピカールのワークショップに参加。その後、ウアディスワフ・シュチキエビチの講義も体験する。 一年後の1873年、校長であるヤンマテイコ自身に才能を認められ、マルチェフスキーは、正式に学校に入学。フェリックス・シーネルフスック、フロリアン・チンクに支持する。1876年に、パリへ渡り、エコール・デ・ボザールにあるアンリー・ラマンのスタジオで一年間、学ぶ。その後、アカデミー・シュイスでも学ぶ。再びクラクフに戻りアカデミーの教授となった。 その初期には歴史を題材にした絵画などを描いており、1890年頃から彼のミューズのマリアバルトをモデルに、象徴主義的な絵画に取り掛かった。当時ヤングポーランドの一人とされた。1929年10月8日、クラックフで死去。1929年頃のヤチェク彼の記事であるラドムには、彼の名にちなんだヤチェクマルチェフスキ博物館がある。 息子ラファウマルチェフスキも画家である。ありがとうございます。